二代目、カツラコブンジ、コ一門は、かつて情報落語の大家として、カツ派を率いた七代目、カツ文治の弟子であり、東京に転籍して一門を築いた二代目、カツラコブとその弟子たちで構成される落語家の一派。コ文ンは、他門で失敗した落語家も多く引き取ったことから、多くの門弟を輩出した。すでに、コ文ンジ守護から50年以上が経過し、一門の 皇帝たちも多くがこの世を去っているが、一門の大半が現在でも落語芸術協会に所属し、同協会の落語家の一定数を占めており、また、芸術協会会長は、第二代会長の五代目古今帝今助から四代連続で、同一門から選出されていた。なお、二代目江太郎門下であった三代目、桂文章一門、二代目小南門下であった二代目、 桂文和里、桂南京については、芸術協会が1984年9月に、上野鈴本演芸場から撤退した際、出演機会の減少を危惧して、同年12月に落語協会に移籍している。指定関係は以下の通りである。落語芸術協会も参照。因はぶっこ者。名跡の後の数字は台数を表す。 抵抗がついていない場合は、直上の師匠と同様の抵抗を名乗る。ありがとうございます。